それではついでのお便りでございます。というわけでございましてですね、絶対に生き延びてみせる八神の経営都市パート2紫色の光より、こちらですね17分56秒のコメント、スーツに変えよ、えやだいや嘘あのですね、まあね、多分婦人警官服がね目に入ってしまってね、皆さんあまりシナリオが頭に入ってこないっていうね、あのところだと思うんですけども、そうですね、衣装に関してなんですが、今までの絶対絶命都市シリーズっていうのはまあ途中途中に服が落ちていて手に入れるという仕組みだったかと思うんですが、今回大半のアイテムが購入するシステムになったんですね。一部の小物とかはね、相変わらず手に入れることできたりとか、服も一部あったりするんですけども、原則は虚栄コインっていうのを集めてそれで買うようになってるので、結構周回前提なところがあるんですね。で、結構高いスキルを持ってるスタミナが伸びるとかそういうやつは結構なかなか高値でちょっと手が出なかったりもするので、このね動画実況の間でどれだけの虚栄コインが貯められて皆さんにお届けできるかっていうところは一つの課題かなとは思うんですが、まあ本当にね今回はプレステ4になったこともあって画質のクオリティもすごい上がってますし、そういうところがね非常にいいところではあるので、いろいろお届けできるようには努めたいと思っております。なのでね、今は婦人警官の服ですけども、こちらもですねコロコロと切り替えていきたいなと思っております。ちなみにパート4はこの音声を撮る前に撮ってますので、無論婦人警官服です。よろしくお願いします。本編どうぞ。さあというわけでございましてですね、初めましての方は初めてですね、そうじゃない方はそうじゃないですね。どうも八神ハヤテでございます。八神の生き延びで見せる虚栄都市パート4というわけでございましてですね、前回はですね車を借りて先に進んでいくというところまでですねやっていったんですけども、じゃあその後どういう展開になっていくのかというところをですね見ていきましょう。さあというわけでございましてね、行くあてもなく慌てて車を走らせ、騒然とする街を後にしたというところまで見ていったわけなんでございますけど、今回はステージ03ですね。02ではね地下鉄の中にねいろいろたりとか、ちょっとねエピソードとかもね絡めつつなんていうことをやったわけなんでございますけども、といったところですね。さあさあというわけでございまして、まあ、ここのパートはですね、ちょっとパロディーネタじゃないんですけど、今までの絶対絶命都市シリーズをやってると、ちょっとニヤッとできるね、シーンがあったりもするので、そういうところも楽しめたらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、つなぐには長くないねえ。つなぐには長くないというわけでございまして、始まるまでカット。さあというわけでございましてね、道路をですね車で運転して進んでいくところから物語は進んでいくわけでございますと。レインボーブリッジかな。まああれですよね、やっぱこういう風に現実社会にあるものを作ってくれた方がなんとなく気持ちが入ってきますよね。あとはね、やっぱ絶対絶命都市の捜査官がこんな感じでなんて言うんです、綺麗なグラフィックにされるとねやっぱ嬉しくなりますね。ステージ03、橋を追う巨大な影。というわけでございましてね、いきなりね物語が始まってたわけなんですけどもね、後ろのねなんだっけ、荷物入れるところがね、おーおーおーよいしょ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 、ロケハンでやってもいきなりすぎるよねやっぱりね、ここね。あ、今の死んだんじゃねえの俺今のはほぼほぼ死んだように見えたけど大丈夫だったんだ。さーてさーて
さあ後ろから疲れるわ、目の前はなんかもうすげえなんかね、火事やらなんやらで大変なことになってますな。後ろから突っ込んできた黒塗りの車、なんなんですかねあれね。あっちもボロボロやん。あの金のやり取りしてたやつらだな。どっかで見たことがあるような男たちだなと内心思う。彼らは確か交差点で大金が待っていた時にと少し思い出す。大金を目撃したら追いかけてきた男たちだと完全に思い出す。ね、どれぐらい思い出すかっていうね。じゃあちょっとにしとこうかな。彼らは確か交差点で大金が待っていた時に。なになに、モスラだ。すごい、今の現代っ子モスラもう分かんない世代に突入しているのでは。同時代の君たちね、まあね、結局ね、あの逃げようっていうのになる。どうしていいか全く分からないが、とりあえず逃げよう。どうしていいか全く分からないが、とりあえず逃げよう。ね、全部言うっていう。さあというわけでね、モスラも来てるわ、後ろから追いかけられてるわという状況でございますが、もうに、おお、追いかけられてるよ、追いかけられてる、危ない。よいしょよいしょよいしょ。で、あばっていきなりでかすぎないダメージ。ロケハンやってもさ、しょうがないところあるよね。よいしょ。まあ、あいつは四角連打してりゃいいだけなので、よいしょと逃げていきましょう。ひえーと、危ねえ。ねえね、四角のね、あのボタンが出てくるのをチェックしてれば、とりあえずあまりダメージ食らわないで済むので。さあというわけでね、柴田たちから逃げているところでございますが、ん？お前たち、やっぱりそうか。柴田、こんなところで会うとはな。誰？藤原さんですか。藤原さん。お前たち、こんなところで何やってんだ。お前には関係ない、さっさとどけよ。なんだこのチンピラが。もうみんなチンピラにしか見えないよ。なんか藤原さんいい人ですね。ね、とりあえずね、あの素直な感想でいいですね。藤原、西畑、武藤、いかすぎる、逃げよ。かっこ悪い。まあでも彼女も従うしかないよね。よく殴られるチンピラだ。あれ、龍が如くやってる今俺。さあというわけでございましてですね、イベントが終了しまして、ここからはですね、おっと、何が何が、あのちょっと今操作思い出してる間だったんで、ちょっと今すごいびっくりしてるんですけど、みんな上見上げてるね。まあそれは上見るわな、モスラインだもんな。こっちの車線も塞がれてるのか、どうしよう。というわけでございまして、ここら辺はね、ここら辺一帯は全体的にどうしようどうしようってなってる人が多いですね。さあというわけでございまして、このシーンなんですが、やっていかなきゃいけないシーンが何個かありますので、とりあえず後ろはですね、藤原に任した状態で進めていきたいと思っているわけでございますが、あ、間違えた、よいしょと、カメラの視点が分かりづらい、よいしょ。さあというわけでございまして、まずですね、この真ん中のところに橋がかかっているので、ここをですね、うまく進めていきたいところなんですが、まず一回ちょっとセーブポイント行っとこうかな。あ、待って待って待って、あの今俺セーブしようと思ったのに、なんか急にビーってなったのが一番言葉にならねえよ。とりあえず非常停止表示板でセーブできるらしいので、一回全回復しておいてと。さーて、ちょっと危ない、落ちる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 、
どうしたの？こんなところで死にたくない。あの、西側の窓ガラスが割れたところから入れそうなんだけど。ほうほう。レストランを通って橋の下層に行ければここにいるより危険は少ないと思うんだけど。なるほど。じゃあなんかあそこに行かなきゃいけない感じですね。しかしながら道が塞がってる感じですよね。これをじゃあどうやって通るかってところですね。お、あそこになんか人いますよ。荷物が壊れ落ちて大損害だよ。冷凍した魚介類だから重くて持ち上げられないし、何より冷凍機能が壊れたからもう諦めるしかないよ。生きることを考えよう。せめてコンテナの横のドアが開けばこの場から動けるのに。俺の相棒もどこへ行ったのか。そいつが冷凍車のコンテナの鍵を持ってるんだ。はあ。というわけでございまして、今分かったのは、とりあえず私たちがやらなきゃいけないのはここを開けることのようですが、相棒がいない。相棒がいないということなので、相棒を探しに行かなきゃいけないですね。よいしょと。チーズ。相棒の作業員について伝えた。なあ、冷凍車コンテナの鍵か。冷凍車コンテナの鍵を受け取った。俺は自分のことでいっぱいいっぱいなんだ。あとは勝手にやってくれ。というわけでございまして、とりあえずコンテナの鍵をもらいましたので、と。よいしょと。ここね、ちょっと怖いよね。怖いよねって言いながらね。よいしょと。というわけでございまして、ここに使っていきましょう。冷凍車コンテナの鍵を使った。というわけで、ここでコンテナを通ることができるようになりましたので、よいしょ。確かにこれはどう見ても魚ですね。これは確かに冷凍の機能がダメになったらダメですね。さあ、というわけでございましてね、看板がちょうど橋になっているので、ここを入っていきましょう。さあね、レストランに移動することができましたと。ね、ゆったりゆったりとね、彼女の安定感と安心感ね。さあ、というわけで、そこにあるコインが欲しいんだけど。もうロケハイヤーだって全部の資格の位置覚えてるわけじゃねえし、入力時間短すぎんべよ。あぶね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 。でもこれで崩れたからコインが取れると。やったブツ。あぶね。もう四角に指置いとなきゃ、置いとかなきゃダメだな。さあさあ、というわけで下っていきましょう。確か俺ここでなんかロケハン一回死んだんだよな。何やったんだっけここ。さあ、というわけで目の前にモスラ。さあ、モスラと何かが戦ってますね。俺もね、特撮全部詳しいわけじゃねえからね。後でウィキで振り返っていく感じになっちゃうと思うんだけど。さあ、というわけで階段があって、こちら側にもコインがあったりとか。おーっと、処理落ち。さあ、窓にもひびが入っておりますな。というわけでございまして、ここの柵を調べると手すりが少し壊れているようだと。で、さらにこの階段ですね、下ろうとしますと途中にね、割れ目があって移動ができないというイベントが発生します。階段が途中で途切れている。渡る方法を見つけなければ。手分けして探しましょう。さあ、というわけでございまして、先ほど壊れた手すりがありますね。ね、2人で押せば階段に落とせそうだというわけでございますので、ここをですね、話しかけてと。何か見つかった？で、手すりのことを手伝いをお願いをしてと。やってみましょう。な、お前全部疑問系だな。よし、押してきー。せーの。よいしょ、ちょうどいいね。さあ、というわけでこれでですね、まあなんかジャンプしても届きそうといえば届きそうな距離にも見えるんですけども、これにて安全にですね、下に下る方法ができましたので、よいしょと。大丈夫かな？ OK。下っていきましょう。で、コインがありまして、危ない！で、さらにアイテムと、サングラスを入手しました。で、扉があるんですが、外側で何かが突っかえているようで、とても開きそうにないなということなので、これ、こっちだっけ？少し歪んで開かなくなっている強い衝撃を与えれば外れそうだが、怖え位置！よいしょ。
ね、ちょっとみあの左側に走って転落とかワンチャンありそうだよね。よいしょ。さてこれでね、外への扉が開かれました。ちなみにこの中、これはまずいのでは。今の時間じゃ無理じゃん。まあまあ、あのさ、ロケハン関係ないぐらいの即死ゲーだな、本当にな。こんなに死んだっけこのゲーム。はい、スキップ。さてと、よいしょ。で、サングラスは取ったでしょ。ここさ、トイレかなんかなかったっけ。さすがに女性トイレはやめよう。あったよね。アイテムか、コインか。メモになんかトイレって書いてた。トイレだけ俺書いてたんだよね、メモにね。よいしょと。さーて、じゃあすぐにドア開けたら抜けなきゃいけないんだな。よいしょ。で、引いて、もう一丁。よいしょ。早く起きろ。急げ。急いで。あらあら。ね、というわけでね、彼女だけが取り残される状況に。これは女の子ちょっと怖いのではないかと思いますが、下がって助走をつけて、よいしょ。なんとか彼女を救出することには成功しましたが、さっきあの中にいたんですよね。もう主人公たちもびしゃびしゃだし、今の水の抵抗で彼女が落ちてもおかしくないという状況でございましたけども、なんとか彼女を救出することができまして、物語は先に進んでいきました。危ない。どい、え、ま、そんな違う。違うじゃん今の。四角を四角押せっつったじゃん。四角を押せって俺言われた通りにしただけやもん。四角を押せ言われたもん。その結果これかい。スキップ。さてもう左側には近づかんぞ。彼女すごいドリフトするように動いてくじゃん。さあさあ、というわけでね、まだモスラがね後ろにいる状況ではあるのですが、ここはですねちょっと個人的に好きというか面白いイベントがあったりするところもありまして、まず怪我をしてる人をね見つけたら教えてね、これでも看護師なのよ、少しは役に立てると思うのみたいな、こういうね、生きてる人にももちろんいろんな職業があったりだとか、いろんな状態とか立場があったりするので、こいつらは関係ねえやつか。その人たちをね探していくのも面白いですね。ね、で買い取り専門のやつはね、こんなところでも買い取りをねガンガンやってると。でんでと、おーい、何がどうなってんだ。ね、みんなねそりゃ慌てふためきますわな。でどこだっけかな、あったあった、鉄パイプがガードレールに突き刺さっている。鉄パイプを引き抜く、何もしない。でこの鉄パイプを引き抜きましょう。で鉄パイプを引き抜いたことによりまして、よいしょと、このですね手前のところにちょっと柵が壊れてるところがありまして、なおかつここにねこんな感じでちょっと下に空洞があるところがあるんですが、もともと目の前に鉄パイプがあったので抜けなかったんですね。なんですけども先ほど鉄パイプを抜いたことによって新しいルートとして開拓することができますので、この先を進んでいきましょう。さーてさーてね、もう後ろはガンガンなんかもう敵が飛んだりなんやらって感じですね。よいしょ。さあ抜けることができましたので、さらに先を進んでいきましょう。おっと、メールですね。至急 HO は、ほ、話がある。30分後、イベリスタワービル展望室に出ます。ああ、そうですね、これ途中にいたジャーナリストに携帯もらってるんで、よくよく考えたら私の携帯じゃないですね。さて返信というところでね、柏木さん宛てのメールですからね、とりあえず勝手に返信するのはやめておきましょう。ただね、柏木さんと誰かが連絡を取ってたようですね。さあというわけで、さらに中にも、おーっと上が崩れていくと、俺たちが取り残されてるってこと把握されてるのか。誰かが知らせに行った方がいいんじゃ。なるほどね、車怖いですね、ずっとグワングワンしてるの。誰かあの怪物の気を引いてくれないかな。そうすれば俺は逃げられるのに。まあね、身勝手って書いてありますけど、身勝手かどうか難しいラインですけどね。あ、腰が、どうしよう、このままじゃ動けないかもしれない。
せめて湿布薬でもあるといいんだが、いててね、こんな感じでかなりいろんな人がいますね。まぁ、あ、ちょっとね、全部助けてるとあのやり込み要素の方に足片足突っ込んじゃうので、必要な人に話しかけていくことにしましょう。さあ、というわけで目の前にいるですね、男女2人。くそ、なんだってこんな時に。どうかしたんですか？ああ、僕ら電車でこの先にあるイベリスタワービルに行こうとしてたんです。桜子、お父さんは無事かな？会いに行けないのは仕方がないけどね。さあ、というわけでございまして、さてはお二人は結婚の許可をお父さんにもらいに行くんですねと推察する。さては秘密結社に入るためにボスに面会しに行くんですねと推察する。さてはあなたがさ、あの空飛ぶ海上呼び捨てたんだなと突飛なことを言う。まあここに関してはね、冷静に行きましょう。さては、お二人は結婚の許可をお父さんにもらいに行くんですね。そうなんです。桜子のお父さんが僕の仕事が不安定だということで結婚を認めてくれないんです。それでお父さんに彼の仕事のことを知ってもらうために会う約束をしているの。あ、どんなお仕事をされてるんですか？ゲーム開発者です。まあ確かに外からだと実態がよくわからない仕事だから不安になるのはわかるけど。絶対安全都市。僕は一条和也、そのゲームの開発メンバーです。そうなんですか。ゲーム開発者って不安定なんですか？いや、会社にもよると思うけど、普通の会社員だからね。少なくとも僕は給料はそれなりにもらっているよ。ただディレクターが面白さ優先主義だとか言って細かくてね、予想してない作り直しが発生するのは大変かな。和也さん、今は安全な場所に避難しましょう。お父さんもきっと避難してると思うから。今日こそはお父さんに認めてもらおうと思ってたのに。あらあらあら、それどころじゃないよ。みんな結構日常の話してるけど、今もうみんな生と死の瀬戸際だからね。冷静になろう。あの、もし万が一でいいんですが、彼女のお父さんに会ったらそのソフトを渡してくれませんか？イベリスタワービルの展望室で待ち合わせしていたんです。もし会えたらでいいです。名前は中川のりおです。ゲームソフト絶対安全都市を手に入れた。でも別にいいけど、このゲーム多分超つまんねえよ。だってすげえ安全なんでしょ。いや、いいことだけどさ、それは違うと思うんだよね。おっと、ね、非常にね、もうなんかここら辺バッタバッタしてる状況でございますね。さーて、ここに2人がいますね。お前、免許持ってないって言ってたよな。足もさっきまで普通に走ってたじゃないか。まったく、誰かが救助を呼びに行かなきゃダメだって言ってたくせに。でもまあ、ここにいるより危険になるリスクを負ってまで行く覚悟がないのもわかるよ。どうしたもんかな。ほうほう、まあね、このままだとピンチですもんね。いつもの俺ならその辺のバイクとかで行けるのに。てて、足くじいてなければな。お前くじいてねえな、この野郎。さーて、さーて、せめて上の道路に上がることができればなんとかなるんじゃないかな。俺たちが取り残されてることを知られているとは限らないし、せめて誰かがここの状況を知らせないと。左側のシステムインフォメーション、今日すげえ出るね。どうしたらいいんだろう。読むだけ損ってやつですね。さあ、というわけで確かにここになんか今段差になっちゃってて登れそうにないですね。よじ登るには無理があるな。かなりの速度を出せるものがあればなんとかここを登らなきゃいけないみたいですけど、バイクがあるじゃないですか。オートバイにまたがる。オートバイかとつぶやく。誰のオートバイだろうと周囲を見る。これに乗れば上に駆け上げられるかも。駆け上がる、色めき立つ。俺にオートバイを渡すなんていい度胸だと凄んで乗るね。これは自然な流れはオートバイかとつぶやくじゃないですかね。ただまあ読めなかったんで色めき立っときましょうか。これに乗れば
上に駆け上がれるかもしれない。さあ、というわけでバイクに乗って、危ないからしっかり捕まってて、できるだけ密着したいからしっかり捕まってて、もうどうにかなりそうなくらい興奮している僕、しっかり捕まっててね。なんだろう、3分の2が変なやつ。しっかり捕まってて。不安だけどあなたを信じてるから、ちゃんと勢いつけて駆け上がってね。おい、俺も乗せたいってくれよ。自分たちだけ助かろうとするつもりか、卑怯者が。人手なし、なんてやつだ。落ち着きましょう。そんなこと言っても全員は乗れませんよ。彼らに託しましょう。対岸に着いたら救助を呼んでくださいね。手のひら狂うまでがみんな早い。頑張れよ。お願いだ、頑張れよ。まあね、こんだけね、みんなに応援されちゃったら行くしかないですわな。行くぜー。というわけで、よいしょ、わーい、よいしょー、痛い。さあ、というわけで全員の希望を乗せて今、さあ奥から来るビームも飛んでくる、よいしょ、ファイナルファンタジー7かな、ちょうどいい荷台が、よいしょ、希望のかけらもねえな。救助呼んでくるって言ったのに。さあ、というわけでございまして、ステージ03、橋を追うなんだっけ、なんたらの影が終わりましたね。さあ、というわけでございましてですね、なんかどんどんアップデートが止まらないね、今回のこの収録ね。というわけでね、異形の飛行生物が2体出現、ね、スカイガーデンブリッジの上空に、異形の飛行生物が突如現れた。しかも2体だ。それぞれは姿形が異なっており、同種ではないと思われる。2体はまるでふざけているかのように前後に並んでスカイガーデンブリッジ上空を飛び回っていた。しばらくするとビームのような光線が発射され、橋を走行中の車が次々と破壊されていった。ビームの威力は凄まじく、橋本体をも貫いてしまう。そして橋の崩壊に滑車をかけるように2体の羽ばたきの風圧でありえないほど橋全体がたわんだ。橋が崩壊した後、しばらくするとその2体は忽然と姿を消した。なぜ彼らが橋を攻撃したのか、人類に対する警告、なんか警、それともはしゃぐ子供が物を悪気なく壊してしまうのと同じなのか。謎と重大な損害だけが残った我々、何ができるのだろうかと。いや、随分ときつい状況が続いておりますね。さあ、というわけでね、でですね、今のパートなんでございますが、俺やらかしたな。ちょっととあるものだけ見せたいので、もう一周回るべきな気がしてきたな。ここにですね、見せられるちょっと重要なシーンがあったんですけど、重要な人に話しかけ忘れてますね、私。いやー、具だったなー、仕方ねえなー、というわけでございまして、そのシーンだけかいつまんでお見せした上で、もう一度競泳ニュースに戻っていきたいと思いますので、少々お待ちください。さあ、ネタの戻しを行いましたが、この人に話しかけ忘れてました。本当に申し訳ない。さあ、アップにしましょうかね。この人ですね、なんか腕組んでて白いカバンを背負っていて、背中にはバールのようなもの。話しかけてみましょう。須藤正幸、あれですね、足どうしたのお前、通行。また橋の上で取り残されるとは。しかもまた別の知恵の赴任初日、困ったもんだ。この会話だけ、しときたいんですね。で、この会話をしとくことで、フラグが立つようになっておりまして、あとはですね、クリアした後の虚栄新聞にね、大きな変化がございますので、また次はですね、虚栄新聞をですね、見るページのところまでスキップしちゃいましょう。さあ、というわけで帰ってきたんですけど、あれ、橋落ちちゃいましたよね。須藤あそこにいましたよね。まさか虚栄都市で須藤終わった？
危険人物、それともバールのようなものが刺さった非常持ち出し袋を背負った妙に落ち着いた人物が、崩落寸直前のスカイガーデンブリッジにいたことが目撃されている。その後の取材でどうやらカネはジャーナリストで、今回のような災害に何度も遭遇して生き延びてきた経験を持っているらしい。狂気にもなり得るバールのようなものを所持しているため、当初同じく取り残されてたちは彼を危険人物だと思い近寄らなかったのだそうだ。そして彼は今回も橋の崩落後に地震で崖に泳ぎつき、そのままどこかへ立ち去って言ったとのことだ。もうあいつ何やっても死なねえだろ、あいつ何やっても死なねえだろというね、これを見せるためだけにもう一周するっていうね、二周してきましたけどもね。さあというわけでですね、こんな感じで物語が進んでいきましたが、次回のねステージ04ね、ここまででね、なんかパート2の時にね、もしかしてとか言ってて俺知らなかったんですけど、あれらしいっすね、なんだっけ名前ど忘れした、パート2の時のホームにいた女教師日賀夏実で確定でいいらしいっすね。なので宝石女も出てきたし、日賀も出てきたし、須藤も出てきたと。ずいぶんね、絶体絶命都市からですね、スピンオフじゃないですけども、キャラクターが登場しますけども、今後もまた他のキャラクターも出てくるのでしょうか、というところでございますが、今回はこの辺で、また次回以降ですね、この続きの物語を見ていきたいと思います。というわけで、今回はこの辺で、というわけで、ここまでのお相手は私、矢上隼人がお送りしました。See you next time, stay tuned! バイバイ!お疲れ様でした。